阪神・淡路大震災の犠牲者らを追悼する慰霊と復興のモニュメントに、きょう新たに4人の名前が刻まれた銘板が追加されました。慰霊と復興のモニュメントは、1995年に発生した阪神・淡路大震災の教訓を後世に伝えようと、2000年1月に建てられたもので、震災で犠牲になった人のほか、復興に貢献した人など、これまでに5012人の名前が銘板に刻まれています。震災から来年で25年を迎えるのを前に、きょう、自宅が倒壊し、亡くなった人など4人の名前が追加。遺族らは今は亡き人への思いを胸に銘板を貼り付けました。震災で画家になる夢が絶たれた芦屋市の今村浩二さんの銘板も兄の健二さんの手によって追加されました。安らかにまた眠ってほしいなという気持ちを持って銘板を貼らせていただきました。名前が入っているということは、また心を新たにして、手を合わすことができるということで、本当にありがたいと思っております。気持ち的にはすっきりしたのかなと。娘としての私の役目は終わって一段落なのかなという感じです。運営委員会は、最後の希望者が銘板を追加し終わるまで活動を続けるとしていて、モニュメントのある東遊園地では、阪神・淡路大震災の発生した1月17日の早朝に、追悼行事 1.17 の集いが営まれます。